春彦くん。私らしいの？よくわからないけど。私、見る目はあると思うんだ。
また C 組の人だけ来てなかったよ。もうそのおかげでこっちは部活に遅刻しそうなんだよ。部分回収のお知らせとクラス予算の内訳が書いてあるからね。教室の掲示板に貼っておいてね。今度遅刻したら C 組だけクラス予算減らしちゃうよ。
出したプリントの校舎部分回収のお知らせで女子更衣室と1階男子トイレは回収するって書いてあったよ。だって他に着替える場所ないんだもん。落とし物？ああ、私のペン吉！私からもみんなにちゃんと言っておくよ。天海くんは痴漢じゃないって。じゃあなんて言えばいいかな。言えないよ。
言わないでほしいよ。今は生徒会じゃないんだから。あ、天海くん、私のあだ名知ってるんだね。あとはやり放題ってことだな。愚問だな。この学校は設備が悪い。コンピューター制御の NC 旋盤もないようでは。来るもの拒まずだ。あの、私はもう音楽部に入っちゃったので。
がなかっただけじゃないの？軽音楽部とも違うだろうし。確か去年までは吹奏楽部を名乗っていたはず。え、そうなんですか？部員が少なくなったせいでもっと間口の広い音楽部に変えたと聞いたぞ。去年の卒業生で病的なジャズ好きがいて、部員みんなにフリージャズを強要した結果衰退していったらしい。音楽部の部長は畑中という女子生徒だが、一時期は荒れていたともっぱらの評判だ。うわぁ、嫌な理由。そうだね。